はい、よろしくお願いします。今回は数三の指数関数の同関数丸一をお送りします。で、ここから指数ですね。まあ、前回対数でその前は三角関数やってたんですけど、で、ポイント込みで全部で8問問題があります。なので一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、対数関数の時もそうだったんですが、まずポイントをね、押さえてもらって、それを使って解いていきます。で、右側にちょっと不自然にちょっと空間をね、作ったんですけど、これ、A の X 乗の公式の証明というか、それちょっと書かせてもらいたいんで、後で使います。ここに関してはね。あ、みんなもよかったら写してください。で、まず、今回指数関数2個しかないです。覚えること。E の X 乗か A の X 乗。まあ、E を使った場合は、これものすごい楽で、微分してもそのまんまっていうね、E の X 乗から変わりません。で、A の X 乗、まあ、A 定数ですね。まあ、正っていう制限は入りますけど、その時も、A の X 乗なんですけど、後ろにちょっとくっついて、それに、ログ A がくっつきます。だからこれは5の X 乗、まあ、こんな感じですね。こういう時には後ろにログ A が、ごめん、ログ5がくっつきますよっていう。でも覚えることこの2つだけなんでね、ぜひ覚えてもらって、ね、解いてもらえたらと思います。で、こっちなんですけど、ちょっとね、次の動画の問題でも使うっていうところと、結構ね、大事なところなので、A の X 乗、微分するとなんでこうなるかっていうのを簡単にね、説明させてください。で、まず、その大事なのがね、A の X 乗をある形で変換することができます。で、これがね、指数を、ここを E に変えることができるんですよ。A の部分をね。で、どう変えるかっていうと、もともとあったこいつにログをくっつけて肩に飛ばすの。肩の方に、指数の方にね。だから、ログをくっつけるんで、ここにログ A の X 乗っていう、この変換が成り立ちます。これぜひ覚えておいてください。A の X 乗が E のログ AX 乗に変わると。で、なんでかっていうと、まあ、これもね、簡単に言うと、この状態で両辺にログ取るじゃないですか。対数取りますよね。そうすると、当然左辺はログの AX 乗になって、こっちが、ログ E の、ログの A の X 乗になると。で、肩についてる数字は出てくるんで、これ前に出てきますよね。ログの AX 乗が。で、ログ E っていうのは、まあ、E と E で一致するのが1なんですよ。だから消えてしまうと。つまり、ログの AX 乗イコールログの AX 乗になるんで、まあ、一致しますよねっていうことができるんですが、この変形をまず覚えてもらって、で、このまんまちょっと行きます。でね、この肩の数字が、まあ、ログの A の X 乗なんで、ログっていうのはその中が、真数の部分がね、指数になってたら、X 乗、肩の数字が前に出てきますと。だから、X×X って言ってしまったよ。かけるログ A に変わりますと。で、この状態にして微分をします。結局これを微分したかったんでね。こうやって。こう微分しますと。で、これは E のほにゃらら乗なんで、こいつと一緒なんですよ。だから同じものを、が出てきますと。E の X、ログ A が出てくる。出てくるんですけど、この肩の部分が、まあ、X かけるログ A になってるので、まあ、置き換えてると。で、置き換えてるから、その置き換えたもの、こいつを微分したものをかけなきゃいけません。今はね。で、X ログ A って今どういうものかっていうと、ログ A っていうのは変数ではなくて定数なので、だから、これ、ログ A がね、ややこしくなってるけど、5X みたいなものなんですよ。この5の部分がログ A です。こうやって。なってる。じゃあ 5X 微分したらどうなるって、X 消えて5になりますよね。じゃあ、X ログ A 微分したらどうなるって、X 消えてログ A が残るから、だからこれに、ログ A がかけた状態になります。おっと、右切れてるんじゃないか、これ。しまった。これ切れてるよね。そうだね、ごめん。ちょ、下行くわ。なので、もう書くね。こうなって、微分してログ A が出てきますと。で、今 E の X ログ A 乗。こいつって変形してきましたけど、もともとは A の X 乗ですよね、これ。A の X 乗を変形して変形しただけだから、A の X 乗と一致してるんで、つまり、A の X 乗をかける、ログ A になりますよって微分したものがね。だからこうなんですっていう。
負につながります。そう、ちょっと長くなりましたけど、これでぜひ覚えておいてください。で、そこで時間取りましたけど、こっちの問題めっちゃ楽なんでサクッといきます。で、まず y イコール5の x 乗、これはこっちのタイプですね。 a だから微分すると、まずそのまんま出てきて、それにログ a ですねをかければ OK という風になります。いいかな、これ点かけてなかったな、癖で返した。で、次は y イコール3のマイナス x 乗ですね。で、これも微分しましょうと。まずは、まあ、a の x 乗タイプなんでね、そのまんまこうやって微分する。で、そのまんまね、公式通りやればこうログ3になるんですよ。これで OK だと。ただし今 x 乗だったらこれでいいんですけど、今マイナス x 乗なんですよね。つまり置き換えを使っているので、マイナス x 乗、この部分を微分したものをかけます、最後に。で、マイナス x っていうのは微分するとマイナス1なので、結局これにマイナス1をかけるから、違うか、かけるからマイナス3のマイナス x 乗ログ3と、これで終了となります。で、次 E ですね。もう E はね、そのままだから、そのまま変わらないと。だから E の、まあ、不自然にね、隙間開けましたけど、マイナス 2x 乗が出てきますと。ただし x 乗だったらそのままでいいんですけど、 x 乗じゃないので置き換えを使ってます。置き換えた場所を微分したものをかけるので、これ微分するとマイナス2だから、マイナス2をかけてマイナス 2e のマイナス 2x 乗と。これで終了。じゃあ次、 e のルート x 乗ですね。これも気にせずまず行きましょう。まあ、いいか、これはちょっと書きましょう。そのまんま e のルート x 乗やって、ただしここを置き換えてると。で、ルート x っていうのは、まあ、暗記しちゃってもいいんですけどねごめん、 x の2分の1乗だから、微分すると2分の1が出てきて、次数が1個下がるからマイナス2分の1乗。マイナス2分の1乗っていうのは、ルート x が分母に来る状態なので、2とルート x が下に来るから、2ルート x 分の e の、ルート x 乗と。これで OK となります。で、次は x×3 の x 乗ですね。これはまあ積の、微分を使っていくので、まずでこっちからいきましょう。微分してそのまんま、微分すると1ですね。で、そのまんまなんで3の x 乗足す、こっちそのまんまで、こっち微分すると3の x 乗ログ3と。これ肩が x なんでね、もう公式通りで OK です。で、このままだちょっと汚いので、3の x 乗でくくっときましょう。くくると1プラス x ログ3と。これで OK ですね。で、ラストです。ラストも積の微分を使っていきましょう。じゃ、まずこっちから微分してそのまんまいくと、微分すると 2x、そのまんまなんで e の x 乗足すことの、そのまんま e の x 乗を微分するけど、微分したら変わらないからこうなると。で、これはどうしようかな。まあ xe の x 乗でくくってもいいですけど、結局 x 中に残っちゃうので、これちょっとくくり方なんか汚かったのごめん。これでもいいかな。さっき解いた時どうだったか、ちょっと待ってね。あ、さっきこうなってるね。まあ、これでいいかなと思います。まあ、x くくったは k なのかもしれないですけどね。一応今回これにしておきましょう。まあ、もはやね、ここで一番時間使ったんじゃないかという感じもするんですが、ひとまず e の x 乗、そして a の x 乗ですね。これの微分をまずこうやって使いこなしていただいて、で、まあ、次のね、動画のためっていうのもあったんですが、これ、どういう風な流れでここに繋がるかっていうと、まあ、こういう風な変形をしてます。特にここですね。a の x 乗が e を下に持ってって、ログくっつけて肩に飛ばすっていう。この変形ができますので、これぜひ覚えておいてください。では、今回はね、指数関数の同関数、丸1をお送り、やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。